やハロー、どうもこんばんは、あ、こんにちは、アリメディア職人浜です。はい、現在3月31日木曜日の午後4時26分ですね。はい、え、今日で母5連勤となりました。ほんまは昨日ね、ご中佐で過去アニメのリアクション終わる、ね、もう終わったはずなんですけども、その後に今日休みになったっていうね連絡が来て、急遽追加した魔王湯、これが最後のあの過去アニメのリアクションになります。最後でまたあの復活する可能性ありますんでね。はい、では5話いきましょう。自己紹介、僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。衣装瓶に乗ってジャグリングをしてハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナにほぼ全ての仕事を奪われ、なんと先々週まで87連休、現在も26連休確定、今日で10連休目となってます。もちろん人前でねショーができない、仕事がないというイライラ、収入がないという不安、まあ、そんな中でねもうボコボコでメンタルやられてますけども、1日も休まず、今3年と4日目となってきましたね。あ、2年と4日目、3年目ですね今ね、アニメリアクションですけども、去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、ウマ娘が亡くなったことでここ4、5ヶ月ずっと2桁再生、チャンネル登録全く伸びず、リアタイもののアニメのリアクションやればやるほど再生数下がるというね、もうメンタルズタボロです。やめとうてしょうがない。まあただね、そう言いながらもなんとかこの 4,5 ヶ月根性だけでなんとか歯食いしばって耐えてきてるんでね、あのなんとか継続してます。ぜひ応援してください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなど全て説明文にあるんでぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月ぐらいでかい発表があると思うんでお楽しみに。じゃあ行きましょう。魔王湯5話 D アニメストアですね。3、2、1スタート。その西洋さあ、3万匹やね。完全に惚れたよな、青年商人。すいません、ほんまこういう政治的な話はほんまに弱いんで全く理解できてません。まあ、ちょっと戦争が終結することで人類が滅ぶというざっくりとした、理解しかしてません。で、それっていうのはこの何だっけ、ちょっと一応メモはしてるんで、何だっけ、南部独立都市および自由商人による経済同盟、この同盟が戦争に出資してることで経済が回ってるな、なかなかそういうことかな、大手る。あの正味、あの狼と香辛料も全く理解できひまま終わったんでね。なので今僕はとりあえず魔王がめっちゃ可愛いさに家族かかってんなっていう風にして見ております。あと冬の王子っていうのは何者なんかなと、なんかちっちゃい国の偉いさん、
これが西洋なんとか軍。あ、勇者や。極光島ってなんや。あ、冬の王子。西洋なんたら軍言ったっけ。政権遠征軍。あ、ちょうど言った。ああ、だから勇者はこれで間違ってたと。東の砦。ちょっとかわいそうだったな、この魔族の女の子。これ囚われてこの町に来てんの？なんかエヴァンゲリオンみたいな BGM 流れてきたな。クラーケン。ダイオウイカかな。ドラクエやん。
めちゃめちゃあっけなくやられまくっとるやん。鳩の鳴き声。到着。ああ。極光島っていうのはあの 魔族に奪われたという島やね。このおっさんは誰なん？さっきの戦争で女剣士が行くってこと？バタフライ効果。私が魔王ってこと？ははははで。あら。あ、もう知ってたってこと？
そうか、知ってたんや。女騎士も勇者が好きなのね。これで魔王っていい匂いだなになるのかな。あらあら、まあまあ赤ずきんちゃちゃか。妹むちゃくちゃ癒しやな。クソかわいいね。これ何、新年のお祭り？4話から半年経ったのかも。この枕めっちゃおもろいな。お、帰ってきた。いきなり来た。下手なほんで。なあ、モテモテなんやね。プニプニ魔王。
チワ喧嘩や。転移魔法した。ああ、出た、サブタイトル。ああ、ついにキスするか。ああ、せえへんのかい。はよせえって思うね、これ。これ見てる人みんな思うやろな。はよせえ、相手。あ、そうなの？すみません、この戦争の方に関しては全く理解できてないんですけどね。え、今度会う時は戦火で会うだろう。到着を森川智之さんや。他になさい勇者。ああ、じいさん、ただいまだ。ああ、今度ほな、あれか、変態じいさんと再会か。ちょっとこの戦争の方に関しては全く理解できてませんけども、何、冬の王子、が、あんな指揮官じゃって言ってた、あれが親父？ちゃう？違う？でもなんかあの戦で、
親父が死んで次は私が王になるからどうだらこうだらみたいなやつだけど、あの偉そうなおっさんは何、貴族の何偉いさんか何か、貴様は金の亡者だとか言ってた。まずあれがちょっと全く理解できてない。で、まあ今回はその、まあ、魔界に今行ってる勇者が、魔族の女の子が人間になんかやられてた。あれって魔界にももう人間が、魔界の中で人間に侵略された都市の出来事なの、あれは。そこも分かってません。で、その、要は、占領されたって言ったらいいのところで、まあ、要は魔族がまあ人間にこういいようにやられてるみたいな感じなんかな。こう打てますか、これ。それを見た勇者が負けたらこういうことなんのかというのを実感したってことでいいんかな。で、まあそこから、まあ、とりあえず明道長じゃ、あの女騎士が実はもう魔王っていうのを知ってたのね、勇者から聞いて。でそれを、の上で、まあ、魔王が、あれは戦に行こうとしてるんやね、女剣士は。あれは冬の王子から召集が変わったってことなんかな。まあそこで懺悔したから許してやろうって、なんかね、友達になろうっていうのはすごくいいシーンでした。理解はできてないにしてもね、なんかさらっと許したなみたいな。で、勇者がね、ちょっとあのメイド姉妹はもう妹ちゃんバリバリ癒しやね。なんだっけ、年越し祭りでなんかあの勇者人形をプレゼントしたとこめっちゃ良かった。でメイド長もね、なんか刺繍入ったエプロンもらって、飾りエプロンありがとうみたいなね。で勇者帰ってきて、いやすごい、なんかもうはよ付き合えと、ちゃんと正式はよ付き合えと、はよキスせえと思いますね、あれ見てたらね。やけど、開門なんたらを攻略する勇者が、あれってね、魔界に何しに行ったんだっけ、あの女魔法使い探しに行っただけは思ったんですけどね、粛清してこう言ってたな、魔界を。今だからその魔界の粛清のためにその怪なんたらもんみたいなところを攻略すると。で次に会う時は戦火だって、何魔王も参戦してくんの、ちょっとそれが分からへん。ごめんなさい、ほんま理解できてへんとこういうことになりますんでね、もう申し訳ありません、ほんまに。はい、まあということで、魔王の5話でした。よかったらチャンネル登録や高評価をぜひともお願いいたします。さあ最後のね、アニメ、過去アニメのリアクションとなりました。とりあえず一旦はね、復活の可能性あります。まあほんまにもうメンタルやられますよ、コロナで2年以上まともな収入がないんでね、仕事も当然ない。まあ収入はもちろん大事ですけど、やっぱ人前でのショーができひんのが一番しんどいんでね。まあそんな中でもね、このアニメリアクションなんとかやってきましたけども、もうやればやるほども悪化していってるんで、とりあえず一旦過去アニメはね、今月いっぱいで終了ということで、まあ明日4月からはね、リアタイものだけで様子見させていただきますが、まあそれでもね、あの引き続き応援していただける方がいれば何卒よろしくお願いいたします。はい、まあ、ただね、僕はジャグリングパフォーマンス、これ当然本職なんで、こっちの動画を見ていただきたい。なので、再生リストにね、ジャグリングパフォーマンス雑談っていうのがあるんで、ポチッと押していただいて、あ、これ気になるなっていう動画があったら、ぜひそれ見てください。そしてね、いつの日か僕のショーを皆さんには生で見に来てほしいというのが願いなので、そのためにもね、僕のパーソナルデータ、説明文全部まとめてるんで、ぜひ目を通してください。よろしくお願いいたします。はい、以上、アニメリアク職人こと、マジライド芸人浜でした。どうもありがとうございました。それでは失礼します。